お世話ください。乾杯。ではですね、合格祝賀会に来ていただいた合格者の皆さんにちょっといろいろとお話を伺っていきたいなと思いますが、では私の隣に立ってるのでお隣の方からですけれど、なぜレックの講座を選んだのかなっていうようなところなどお聞かせください。 YouTube でまず横溝先生の講義を見させていただいて、その時にまずテンポの良さと分かりやすい説明、そこに惚れて今年はレックで頑張ろうという気になって、で正解でした。ありがとうございます。ちなみに受けてた講座は何ですか？プレミアム合格塾。プレミアム合格塾ね、なんですね。一番プレミアム合格塾で良かったなっていうのはどの辺ですか？テクニックもありましたし、ボリュームの多さにすごく自信をなくしたところもあったんですが、横溝先生の説明とあとはいろいろなお話をお聞きして、頑張れる気持ちになりました。なるほど、そうなんですね。じゃあ同じ質問でいきます、はい。レックの講座、まず受けてた講座もね、先に横溝プレミアム合格塾です。選ばれたきっかけっていうのは何でしょう？やっぱりその教材のキメの細かさとか、とても量が多いと思ったんですけど、本当にもう繰り返し内容を抑えていけるかなっていうところですね。なるほど。なんかじゃあ良かった点って、なんかこれ受けといて良かったなと思った点っていうのは何かありますか？教室で皆さんに当てるっていうか、そういう時に本当にこう自分で考えて答えるっていうのがとても勉強になりました。なるほど、そうなんですね、はい。同じ質問ね受けてた講座とかっていうのは、これ2017年だと何になりますか？2017年だと先生の44点アップ道場だけなんですけれど、その前は合格プレミアム塾受けました。受けたんですね。実際選んだ、一番最初にプレミアムを選んだきっかけとかって覚えてます？友達の紹介で先生にお会いした時、このメリハリのお話し方、それで結構厳しい質問されたんで、この辺先生についていけば間違いないなと思って、それで合格プレミアム塾はやっぱり教材を見てメリハリがついてたんで、分かりやすく説明されてたんで受けようと思っていました。実際受けてみて良かった点、大変だった点って何かありますか？確か量が多いんですけれど、やっぱり覚える量も多いんですけれど、でもちゃんと細かく分けてくれたんで、これは先生の講義でこれは必ず覚えて解きなさい、これはちょっと流してもいいよって言われたのがすごく印象残っていましたね。それで先生の講義の中ではやっぱりアウトプットしっかりやってくれたんで、一問一答とかインプットだけじゃなくてアウトプットが確実だったんで受かることができました。はい、ということなんですが、じゃああとはあれですね、じゃあ来年というか今年の11月になるかも、今度の2018年度試験を受ける方へちょっと一言ずつお願いします。はい、先生を信じて自分を信じて合格を勝ち取ってください。頑張ってください。必ずテキストを繰り返し繰り返し、問題を繰り返しやっていけば合格にたどり着けると思います。諦めず努力は必ず報われます。先生の話を信じて、本試験の現場でもなんか何回も落ちそうな感覚になると思うんですけれど、先生の話を思い出してあがいであがいで必ず受かります。2017年、たまたま全員基本プレミアム合格塾の出身の方、通信通学いろいろいらっしゃいましたけれど、これリベンジを目指して頑張る人たちのいい一つの目標になるんじゃないかと思いますので、今の話参考に2018年度試験ぜひしっかり合格を勝ち取っていただければなと思います。伊坂クラス2017年の池袋講義ですね。伊坂クラス受けていただいて合格した方にインタビューをしたいと思います。レックを選んでいただいて見事一発合格したわけなんですけども、レックを選んでいただいた理由なんか教えていただけますか？去年宅建で独学をしていた時に使っていたテキストがレックで、それも一発合格できたので、その縁起を担いでレックに決めました。一応伊坂クラスを選んだ理由なんていうのを聞けたら嬉しいんですけど。土曜日にいい感じの時間でやってたので、はい、でちょっと先生こわもてだけどなんか優しそうっていう風に事務の方も言ってたんで選びました。こわもてなんですけども優しいです。伊坂クラスの感想だとかそういったところを、お聞かせいただけますか？先生すごく細かくフォローしてくださって、クラスの中もすごい良かったので、みんなで本当に最後まで励まし合いながら頑張っていけたんで、これが伊坂先生のこのアットホームな感じのクラスで本当に良かったです。
ありがとうございます。これから行政書士の試験を目指すと目指そうかなと思っている方に一言メッセージを合格者の方からお願いします。私も本当に初心者で全然法律も詳しくなかったんですけど、もう諦めないでとにかく一つずつコツ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 続けていけば絶対に大丈夫です。応援しています。じゃあ、ついでにその一発合格をもう県でも行政書士でもしてるわけですけど、その一発合格の秘訣なんていうのをお伺いできますか。よく出そうな問題を絶対解けるようにするです。過去問を解いたりとか、そういうところを。そうですね、範囲のこう研究をしたりとか、出そうなやつっていうのを自分なりに研究して解けるように着実にやっていきました。出そうだと思ったところは当たりましたか。はい、記述でめっちゃ当たりました。満点を取った方です。すごいね、本当に。伊坂クラスはですね、まあ、もうとにかく受講生の皆さんが仲良くしてもらえるというのが一番だと思ってまして、伊坂クラス独自のですね LINE のグループなんかも開設しまして、今でも合格決まった後もですね飲み会が頻繁に開かれている。喉が渇いたら集まりましょうなんていう感じでやってますけども、まあそれだけじゃなくて、とにかく質問とかなんかわからないことがあった時っていうのはすぐに解決しないとモチベーションが下がっていってしまうっていうのがあると思いますんで、生クラスに来ていただく良さっていうのは疑問がすぐに解決できることだと思います。そういうところをですね、まあやっぱり来ていただいたからにはお返ししていきたいなと思っているので、池袋来ていただいて坂クラス一緒に頑張りましょう。お願いします。私は行政書士講座講師佐久間翔一と申します。こんばんは。私は行政書士講座の講師三浦淳です。よろしくお願いいたします。本日はですね、見事合格されたお二人をですね招かせていただきまして、なぜレックが良かったのか、そして合格のポイントとは一体何だったのか、これをですねぜひ聞いてみたいと思います。なぜレックを選ばれたのでしょうか。いろいろ下見に行ったところ自分が一番落ち着いて勉強できそうな雰囲気だったのと、ガイダンスをしてくださった先生がもうやたら面白い先生だったのでレックさんにしました。ズバリ一つの要因としては通勤の帰りに寄れるというところ、立地がありまして、もともとその前年度に宅建士の方をしたいとなった時にレックの方を選んで勉強しました。その時も講師の先生の充実した内容の講義等でこのレックリーガルマインドかなりの魅力を感じてまして、行政書士という試験ですね、難易度の高い試験を受けるにあたってぜひレックさんで勉強したいと思ったのが最初です。合格したポイント、合格した秘訣、そしてですねこれから行政書士試験を受ける方々に対してのメッセージをいただきたいと思います。ポイントは仲間の存在ですかね。クラスがすごく仲が良くて、私法律を勉強するのが初めてだったんですけど、隣の方とかすごく教えてくれてめちゃくちゃ助けられて、最後まで頑張り通すことができたのがすごく大きかったと思います。まず一つは充実した質の高い佐久間先生、三浦先生の講義があると思います。どのように勉強したらいいかとポイントを抑えた講義内容の方は非常に受けていて、自分の方の理解もかなり深まったかと思います。またさらには勉強自体、自分自身の講義以外の勉強の仕方で合格に向けて、どういったことをすべきかというところも適宜アドバイスいただいて、講師の先生だけではなくスタッフの皆様も、また一緒に受けている仲間も含めてみんなで盛り上がって頑張っていこうということで、終始高いモチベーションを維持して勉強ができたのかなと思っております。勉強を始めたのが3月で、ちっちゃい子供もいて間違った道を選んでしまったかなって思った時もあったんですけど、でも結果的にすごく楽しく勉強を続けることができて、それはレックのスタッフさんのサポートとか、あとは先生の面白さとか、あとは仲間の存在とか、そういったことにすごく助けられて、8ヶ月間ですね全力でやりきることができたのですごく感謝してますし、やろうっていう気持ちがあれば誰でもできるんじゃないかなというふうに今思っています。もし迷っている方とかいらっしゃったら、ぜひ自分が一番こう頑張れる環境のスクールはどこなのかっていうことをいろいろ下見もされて吟味された上で選んでいただければいいと思うんですけど、ここでやろうって決めたらもう脇目も振らずに全力でやっていただければと思います。行政書士が資格としても、幅広い業務仕事ができるということで、とても大変魅力ある仕事資格だと思います。その分やはり、勉強の難易度も高いですし、合格率ということでもかなり難しい試験だと思います。でも頑張れば必ず努力報われる資格だと思いますし、合格という目標に向けてレックは最善のツールだと僕自身考えています。講師の先生も含めて絶対皆さんの力に なってくれると思います。僕が実際そうでした。くじけその時でも励ましてくれて、大変力になりました。ぜひ、これからも皆さん行政書士試験、受けようと自分で自分の次のビジョンに向けて頑張ろうと思ったなら、ぜひ、前を向けて走っていただければと思います。ありがとうございます。
頑張ってください。いや、こんなこと言ったらまずいかもしれないですけど、別に比較考査することなく、ただなんか行政書士予備校みたいな感じで調べてたらレックってあったんで、もう何も考えないでもうそのまま合格講座申し込んじゃいました。公立に強い学校ってイメージがありましたので、選ばせていただきました。やっぱり親近感があるっていうのと、あと前の方に座るとバンバン当ててくれるっていうのがいいですね。はい、4回当てられて、例えば全部間違っても結局本試験の時にそれができればいいわけじゃないですか、テストっていうのは、はい、だからその間違えたことによっていろんなことを覚えたなっていう、そういうのがいいところだなと思います。先生は噛み砕いて教えてくださるところと、授業が終わった後でも分かるまで徹底的に教えてくださったところがとても魅力的でございました、はい、本当かな、ありがとう。いや、そう言っていただけると大変嬉しいんですけど、はい、噛み砕いてこれからも講義したいと思います。池袋の内屋クラスに来てください、よろしく。内屋先生のクラスはもう生講義もすごくいいんですけど、ウェブも非常に分かりやすいですし、試験の前ぐらいに私民法と行政法で800足っていうのを取ってたんですけど、あの問題が非常に難易度的にもちょうどよくてですね、簡単すぎず難しすぎず で繰り返しやるともう学力が上がってるなっていうのがはっきり分かる問題集なんですね。だからそういうのを繰り返しやってればかなりの点は取れると思うんで、皆さんもちょっと頑張ってみてください。先生がおっしゃった通り、愚直に同じ問題集を繰り返し繰り返し行うといいと思いますので頑張ってください。ということで、いつも元気に池袋音校で待ってますんで、ぜひ池袋に、そして通信でもですね、うちの講義をご覧いただいて、皆さん合格するために応援しますんでお越しください。以上です。こんにちは、加藤、レックです、レッセンニー講師の加藤と言います、よろしくお願いします。今回は私のクラスの合格者にちょっとインタビューをさせていただきます、よろしくお願いします。まずどういった理由でレックをお選びになったんですか。やはり法律系の資格としてはレックが一番有名でしたし、ちょうど電車でも行きやすいところだったので横浜校を受けました。レックのね、私のクラスを選んで良 かったところがあります。もうそれは加藤先生のクラスで、やはり勉強の仕方から教えていただけましたし、過去問の分析もしていただいて、本当に勉強しやすい環境を加藤先生に作っていただけました。私としても本当嬉しい限りです。本当こんな、ね、通じ方に本当、ね、こんな褒めてもらって、ぜひ、ね、今後とも皆さんも、ね、私 の, まあ、横浜校ですけどもね、ぜひ私の講義に参加して、ぜひ、ね、次は、ね、彼女に、ね、続き合格できるように頑張りましょう、よろしくお願いします。最後に質問ですけども、じゃあ今後なんかこう新しい受講生の方にメッセージとかあります、また今後の抱負とかがあればってことをお聞かせください、お願いします。横浜校で加藤先生に教えていただくと、やはり勉強の仕方を一から教えていただけますので、皆さん加藤先生を信じて1年間本試験に向けて走ってください。これからも勉強を続けていく気力を先生にいただきますので、皆さん頑張ってください。まずはじめに、レックという名前が有名なのでパンフレットを取り寄せたんですけれども、その時に二戸先生のお顔で選びました。非常に信頼のできる方だなという印象を受けたので選ばせていただきました。僕の顔で選んでいただけるなんて本当に幸せですね。ありがとうございます。去年162点で先生の授業を受けて246点になって、80点は先生が引っ張り上げてくださったと思っています。特に記述の宿題が大変に辛口で鍛えられて本当に良かったと思っています。私とても多く質問させていただいたんですけれども、授業自体がまず生徒に考えさせるような質問を授業中に投げかけてくださって、答えられなかったりすると授業の後とか休み時間に伺いに行くとすごく丁寧に分かりやすく教えていただいたので本当に良かったと思います、はい、ありがとうございました。何回になっても自分を信じて、それから先生の言うことを聞けば必ず受かります。私も40代になって、3回目で受かりましたので、皆さんもぜひ頑張ってください。皆さんが行政書士試験にチャレンジするときには、僕がフォローをしながら皆さんの合格まで一緒に走っていきたいと思いますので、私と一緒に勉強しましょう。はい、引き続き会場内です。私のクラスで合格してくれたお二人が来てくれたので、お話聞いてみたいと思います。じゃあまずこちらの彼から、一発合格見事おめでとうございます。ありがとうございます。
一発合格の秘訣なんていうのをまず最初に伺いたいなと思うんですけど、どうでしょう。自分は落ちることをまず考えませんでした。カレンダーに、試験日じゃなくて合格日と書いて、とにかくもうどんなに模試が悪くても落ちることは考えない。じゃあどうしたら受かるんだって、もう常にもう前向きにしか考えなかったことと、あと伊坂先生にいつも相談に乗っていただいたことが一番大きかったと思ってます。やはり仕事をしながらの受験ということだったので、時間が限られている中で勉強ということで、初期 の段階で伊坂先生に質問したときに、その問題は捨てなさいときっぱり言われたことが、ちゃんとこう選んでこう効率よく勉強することが大切だなと思いながら1年間頑張りました。予備校はたくさんあると思うんですけど、こうレックを選んでくれた理由っていうのを伺いたいんですね。まずレックを選んだ理由は、前の年に宅建を受けてて、でその時は違う学校だったんですけど、模擬試験はレックのを全部受けました。でその時ガイダンスとか、先生の解説講義とかですごい分かりやすかったっていうのと、あと自分の家と職場から通える位置にあったことで、伊坂先生の、講師紹介のガイダンスを見た時に、伊坂先生の、キャラクターって言ったら失礼ですけど、もう教え方だけじゃなくて真摯になって相談に乗ってくれそうな先生だなと思ったので、池袋の土曜日が通学担当されるっていうことだったので、ぜひ伊坂先生のもとで学びたいと思ってレックを選びました。大正解でした。はい、こちらの彼にも聞いてみたいと思います。レックを選んでくれた理由を聞かせてください。はい、僕は知人が、司法書士の、今受験を勉強しておりまして、レックの方に通っているので、そこで相談して、やはり法律といえばレックというふうに言っていただいたので、もうレックしかないと思ってもう叩きました。はい、一発合格見事できたわけですけど、レックに通ってみた感想を聞いてもいいですか。窓口の受付の方たちもすごく親切ですし、もちろん先生もすごく親身になって、相談した時にはもういつでも教えてくれる、どんな時間帯でも教えていただけるっていう、その安心感はすごくありました。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後になりますけども、2018年2019年これから行政書士試験を受ける方たちに向けて、一発合格を見事勝ち取ったお二人から、メッセージをいただきたいと思うんですけども、大丈夫ですか。どんな辛いことがあっても絶対に諦めないことが一番大事だと思います。僕も問題演習とかやっていく中で、もう10回やってもずっと間違える知識とかあったんですけど、それでもじゃあ11回目だったらできるんじゃないか、12回目だったらできるんじゃないか、とにかく試験日の試験終了までが試験なんで、もう絶対に自分を信じて、一番の敵は自分自身なんで、絶対に最後まで諦めないことが勝つ秘訣だと思います。やはり受験生の方皆さん、社会人の方、仕事やられている方多いと思うのですが、やはりその限られた時間の中で、効率よく勉強して、やればやるだけ、合格に近づく、必ず近づくと信じてやっていけばきっと合格すると思います。頑張ってください。たまに僕たまに思い出したら、渋谷駅前本校の前を通った時に、そういえばあいつがあんな偉そうなこと言ってたなみたいなことをね、思い出していただければ、それで私はもう十分です。今回2017年度試験合格された皆さんのですね、伝統とそれからますますのご発展をお祈りして、一本締めで終わりたいと思います。ではお手を拝借です。よー、おめでとうございます。